着地決まりましたね。はい、コンビネーションがいいですね。ただの車輪から2回宙返りをしないで、その前に1回ひねりますと D に難度が上がるんですね。 D の技から C の終末技を行いました。このデボニーチェロバ、ボデニーチェロバ1回目 9.725、 これから2回目です。同じ飛び方ですね。どうでしょう、1回目と。そうですね、2本目のが良かったと思いますよ。ただ着地が右の足がちょっと浮いてしまいましたので、それだけが減点の対象でしょうか。まあ、前半スローで見ますと前半の足割れがちょっと目立ちますね。はい、平均台はスペインです。フェルナンデス、先ほどまで1位2位と、スペイン勢が上位を争っています。このグループ、このグループは団体の規定と自由の合計得点が21位から36位までの選手が登場しています。まあ、持ち点はないわけですけれども、まあ、これまでの結果で、まあ、少しレベルが低かったと、はい、そういう選手たちなんですけれども、まあ、この順位というのは一つの目安ですもんね。目安ですね、目安だけであって、まあ、今回また自由だけで争ってますので、はい、規定が苦手で自由の得意な選手というのは今回ピッと上がってきますよ。スペインのアリシア・フェルナンデス、134センチ、15歳。ああ、落下。これ他の種目で落下しますと、30秒以内というようなこともありまして、ゆっくり上がりますが、この平均台の場合には平均台は一応、まあ、落ちた時点で足が床についた時点から10秒まではいいんですね。はい、まあ、ですけれども、あまりじーっと考え込む選手はいませんね。平均台の場合はなぜか、まあ、すぐ上がってしまいますね。落下がありまして、フェルナンデス高得点は望めません。まあ、でもそれだけ小さい体には見えませんね。体を十分にいっぱいに使って非常に演技が大きく見えますね。抱え込みの2回宙返り寄りでした。アレシア・フェルナンデス4種目終わりました。片足しか乗ってないんですよね。そうなりますと、まあ、の難度が格下げと、そういうことになってしまうんです。今度はイタリアの床です。キルシュマイヤーです。失礼、イタリアのボルティです。抱え込みの2回違いですね。この選手も大柄の選手ですから演技がダイナミックに見えますね。前方の伸身宙返り半分ひねりから1回ひねりにつなげました。今年の難度改正から前方系の技というのが非常に重要視されてますので、床運動でほとんどの選手が後ろ系の技ばかりやるんですけれども、はい、こういうつなぎでの前方宙返りというのは非常に評価されますね。まあ、それから床運動の中で体操系というふうに区別されてます。ターンですとかジャンプですとか、そういうものの評価がかなり上がってきましたので、どれだけ動きの中にそういう重要な要素を取り入れるかということも一つの見どころですね。最後は2回ひねりですね。今のような1回半のジャンプから終わり方すぐつながると、ああいうところの変化の見せ方が素晴らしいですね。まあ、難度的に言いますと、まあ、ちょっと落ちるかなという、まあ、難度なんですけれども、まあ、動きの面では女性らしさを十分に表現してくれましたね。イタリアのジュリア・ボルピでした。さあ、今度は北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のキム・ミョンファです。跳馬、
跳馬は北朝鮮の選手は強いでしょう。そうですね、まあ、練習見たところでは、はい、あの平行棒が一番強そうですね。あ、そうですか、はい、ですけれども今の飛び方も10点満点の D 技にランクされている難しい飛び方ですよ。さあカナダディアホンマ、前方車輪ですね。それからすぐイエーガーすぐ飛び越しますね、はい、シュタルガー倒立、まあ、平行棒ほとんどカタカナの技の名前が多いんですけれども、それぞれやった選手の名前が記念して付けられているんですよ、はい、あ、屈伸でダブルですかね。そうですね、屈伸ですと平行棒では D 技になるんです。抱え込みですと C なんですね、はい、まあ、体操では抱え込む形、あの膝を伸ばして屈伸の形、全部伸ばして伸身の形と、それぞれだんだん難しくなるんですね。これがイエガー宙返りですね。そうですね、高さ十分ですね、はい、カナダの2系の4世のリア・ホンマ。さてキムの1回目の跳馬 9.837、 これから2回目です。おそらく同じ飛び方ですね。前転前宙で半分ひねりました、はい、込みの前方宙返りから半分ひねり、はい、ま、真横からちょっと見れてないんですけど、この選手かなり高い位置でひねってるんですよ。跳馬のかなり上です。なるほど、はい、着地姿勢が高いですね。そうですね、やはり同じ一歩動いても着地の姿勢がどれだけの高さで行われたかというのも跳馬を見る一つの秘訣になりますね、はい、イギリスのマーサです。イギリスからはこの36人の個人総合にはこのマーサただ一人残っています。ソビエートから3人、ルーマニアから3人、そして中国、アメリカ、東ドイツ、カナダ、北朝鮮と、そしてブルガリア、ハンガリーも3人、スペインが2人、そして日本は篠田美穂、チェコ1人、フランス1人、イタリアから2人で、イギリス、オーストラリア1人ずつという合わせて36人。現在はその21位から36位グループの16人が4つのグループに分かれて演技を続けています。まあ、イギリスの選手というのもおなじみでない方多いですので、今回見るチャンスですね。そうですね、はい、もうほとんど技術的にはやってることは同じなんですね。ですからああいうぐらつきだとかそういうミスがなければどれだけ上位に行くかということなんですね。もうほとんど各国のレベルというのはもう今のは素晴らしいですよ。踏み切りの足で普通は着地するんですけど途中で足を変えてます。まあ、それぞれの国のエースが非常に頑張ってますね。そうですね、さあ決まりました。そうですね、表情も明るいですね。もう着地まで、もうぴったりとなればもうニコニコして手まで上げて、まあ、そういうところの感情表現っていうのが、まあ、外国の選手は非常にいいですね。ああ、観衆に手を応えました。さあ今度はブルガリアです。マブロディエバ、ブルガリアからはこのマブロディエバとディーバ、そしてボデニチェロワと3人が個人総合に残りましたが、いずれもこの下位グループで演技をしています。新春のダブルです。